見ないでください。そう、兵庫行きます、楽しみ。兵庫、兵庫、ギフトありがとう。もう豆届いたかな、届いてる、どうなんだ。1810通だったっけ、届いてるかな。あとあのさっきインスタのストーリーも載せたので見てね。あと X も練習の休憩時間中に載せてるので X の方もチェックお願いします。ギフトありがとう。え、そうなんですよ、なんとライトがつくようになりました。そう、昨日急遽なんかコンセント、コンセント、なんかその使えるよう、この車でライトが使えるようになんかコードみたいなの買ってきてつけるようになりました。よかった、車でも大丈夫、優しい、ありがとう。いい車。黒です、黒。そう、久しぶりの黒なんですよ。逆に配信してくれてありがとうだよ、優しい、そんなこと言ってくれるなんて。え、もうラブです、ラブすぎる、そんな優しいことを言ってくれるの嬉しい。まだ向かってないよ。もう兵庫に向かってると思ってるの。まだです、まだ広島です、広島。お疲れ様です、頑張ってくれて明日が楽しみ。そう、明日はね本当に盛りだくさんすぎてもうずっと目を離せません。最初から最後まで目を離さず見ててくださいね、リオのこと。明日ね現地に来てくださる方はねもちろんですけど、どうしても来れないよって方は絶対に絶対に配信見てください、配信見てね。で、明日当日券があるので、もし行こうかなって1ミリでも思ってたら来てください。ほんの1ミリでも思ってたら来てください。あ、7周年に行く、あ、ツアーに行く準備してたの、すごい、ありがとう。あ、届いたメール、ありがとう、教えてくれてありがとう。楽しみ、ツアー明日から始まるのでドキドキ。車で配信して言わないの、今ね動いてないよ。止まってるから大丈夫。クラミツも好きだった、絶対こっちの方がいいでしょ。え、フラワー3日と4日見に行く、嬉しい、やったー、嬉しいね。 X の動画、スカートリオちゃん可愛かった。あ、あれじゃろ、セブンスアニバーサリーの動画じゃろ、ミニスカだったっけね。ミニスカリオちゃん、角度なのか分かんないけどさ、あのその実際よりも細く見えてて、太ももが太ももが角度なんかの分からんけど細見えしてた動画。細見え、ありがとうギフト。え、そう、ゴールデンウィークキャンペーンしてるよね、みんなぜひ。はい、そう、広島。あ、世間さんありがとうございます。高校生になりました、
15歳のりょうちゃんこぱかまりえです。ぜひフォローしてください。席まで来てくれますか。そ、行くよ、みんなのとこまで行っちゃうよ。楽しみ。明日はラッキーセブンシート。そんなシートがあるの知らなかった。すごいね。明日お祭りなの。どういうこと。うん、7周年ツアーっていうお祭り。ゆうた、ありがとう。行けなくなっちゃったので、もちろん配信買いました。嬉しい、見てね。リオツーチは嬉しい、ゲットして。リオツーチは明日リオツーに会える。やった、会おうね、みんな楽しみ。ワク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 。明日はカメコいっぱい撮りたい。 2.5 期中心で、え、撮って撮って、え、そう、カメコさ、カメコさんにいっぱい撮ってもらいたいので。でもリオは本当にあの踊りが激しいから、多分難しいと思うんですけど、なるべく止まりたいと思うので。頑張ります。明日リオツが絶対に来てって言うから行くことにした。嬉しい、ありがとうございます。明日何時頃終わるんだろう、コンサート。わかんない、普段のコンサートぐらいじゃない。なんかエンジンが稼働したんだけど、いつも遅い、優しい。細もも、細ももですか。実際細くなったんじゃない。え、嬉しい。まああれノーマルだから、あざす。あざす。え、なんかでもこの間最後の僕の太鼓やったじゃないですか。あの日にダンスの先生、いつもいるダンスの先生にめっちゃ足細くなった、細くなったくないって言われて、全然思ってなかったから自分で、え、そうですかみたいな。そしたらひーちゃんも、え、リオさんなんかめっちゃ細くなりましたよねみたいな。で、あとなんか衣装さんが最初の衣装があるじゃないですか、僕の太陽公園のチャイムなったらの時のあのベスト着てるんですけど、そのベストがブカブカで、そしたら衣装さんが、そんなにベストブカブカでしたっけみたいな言われて、見てみたら確かに。でもそんな利用的には全然痩せてるつもりないんですよ、変わってない。そう、でもね、嬉しい、そう言ってもらえるの。これで頑張れる。ゴールデンウィークは明日兵庫、明後日花だれ、5月1日花だれです。おお、今ヘアピンつけてる？つけてないよ。日常でつけてたらさ、ちょっとやばい子だよね。ギフトありがとう。明日は特におすすめの理由も楽しみ。あさっては花は誰のもの公演。そうなんですよ、あやぱんさんのね卒業公演があるので、エパンさん、聞いてありがとう。明日は神戸に泊まって、翌日は神戸の中華街に行くよって。うわ、いいな。いや、なんかその去年7周年ツアー
あ、違う瀬戸内ツアー、研究生の夏の瀬戸内ツアーの時にもその兵庫行ったんですけど、その時にあの中華街を通ったんですよ。通ったものの何も変えず回ることもできず、もう後悔そうできなかったの。そう、なんか名刺配りの後に帰りにそこは通ったのに何も変えずに、そう明日の髪型決まってるよ。明日は髪型にも注目です髪型にも注目です。おぉってなると、なんか難しいんみたいな、んはてなになると思います。んフラワーメインステージで花車披露する。そうなんですよ、すごい嬉しいことに選んでいただいて頑張ります。そうリオのねゴールデンウィークは今年のゴールデンウィークめっちゃ充実しててだって5月3日はフラワーの花車で、5月4日がフラワーの声ラジで5月6日はお台場でのライブがあるので盛りだくさん。ストーリーかわいい、嬉しい。四つ打ちはかわいい、嬉しい。振ってね。フラワー見に来てね。明日楽しみ、結構ど真ん中って感じの席だったから埋もれないか心配。そっか、でもラブビームを送り合えばきっと通じゃう通じゃう。いい写真撮れたら見てください。リオさいつも見てるよ、調べて。リオエゴサいっぱいするからさエゴサいっぱいするから、亀子さんがね撮ってくれた写真見るので撮ったら載せてね。新しい車の乗り心地はどう？いい感じ、めっちゃいい、乗りやすい。なんか帰る前はなんかその車に慣れてたから新しいのになるのちょっとなんか嫌だったんですけど、慣れるまでに時間がかかりそうで、でももう数日しか経ってないけどもう慣れました。あっかんべあっかんべ、今の声やばくなかった？あかんべ、見ないでください。痩せてないよ、本当？どんな写真撮ってほしいのかな。かわいいのかわいいのがいいです半目とかダメですちゃんと可愛いので、あのリオ笑ったらさ半目になるよね、普通に半目どうこうじゃなくてさ、普通に笑ったら半目みたいになるけど。痩せた？右目から黒い涙が出てるみたい。なに、怖い、出てないよ。あ、これ影じゃない、涙袋の影じゃないな、ほら、リオ結構涙袋があるんですよ、笑ったら。だから多分涙袋の影だと思う。黒い涙ってウケるアイパンさんの卒業公演来るの嬉しい。アイパンさん出れるの嬉しい。初見さんありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオちゃんことカメラリオです。フォローしてください。中華まんあんま食べたことないかもしれん。Hulu で見る？ Hulu で見てね来れない人は Hulu で見てね。
Hulu で見てね。ライブ前に中華街寄って美味しいものを食べていこうと思います。リオのもちょうだいリオのもちょうだい、練り歩きの時に絶対ダメだけど、できないけど練り歩きの時に渡してくださいできないよ、できないけどね、冗談ですよ。しんちゃんみたい。しんちゃんじゃないよ。四つ打ちは振ってね、振ってくれたら気づく。50分だ。56分になったら誕生日見ます。そう、嬉しい、楽しみ。だってリオさ、 STA になってからフラワー出るの初めてなんですよ。意外とすごくない？だって一昨年はコロナだったからフラワーがなくて、で去年は選抜が出たから、そう、七人になって初めてのフラワー。フラワー、だって去年さ、リオさ STA のステージ見たんですよ、生でたまたまフラワー行ってて、遊びに行ってて、でちょうど STA のステージやってて見ました。そうだからファンの方もいたし、普通に通り過ぎた。そうパーナと行きました。エゴサしてるの？してるよ。ラブビームめっちゃ送ります。よろしくよろしく、ラブビーム送って。明日練り歩きでしたいポーズ。ポーズって何？あ、レッスンのことそんな気分ですよ、そんなの。気分気分。そう、影笑顔の写真、千穂ちゃんばりの涙。うん、アイシャドウじゃないよね。もう5月になっちゃう、やばい、早いよ。福原さんありがとうございます。高校生になりました。15歳のリオツンこと小村リオです。ぜひフォローしてください。確かに食べ歩きになるね練り歩き食べ歩きになるよ。練り食べ歩きになる。練り食べ練り食べ歩き、新しい練り食べ歩きだよ。神戸に行こうべなるほどなるほどいいと思うよ。おもろい。うん、アクターズの時はね、何回か出ました、フラワー。ユズとパナ見たでしょ、去年見に行ったから。そうだよ、観客側だったから。そう、明日行けないから配信で見る。見てね、絶対見てね。めっちゃ人いたよね去年 STU のステージ。びっくりしたもん、めっちゃ人がいて、めっちゃ並んでて、なんか若い子とかも多くて、あの子かわいいみたいなの言ってて、そう。てか明日、あ、危ない危ないまだ出てなかったんだった。そうか、明日か。明日の朝明日の朝わかる。あとちょっとだけど、え、まあ匂わせてるから知ってるよねみんな。え、もう匂わせして知ってるからいいよね。匂わせてるからいいよね、あのラジオ中にも。
明日はホケラジ放送するので、放送じゃない、放送出演します。ホケラジ聞いてください。そう、先週の日曜日も出たんですけど、その先週のホケラジの時に最後らへんに来週も出るかもみたいな、もう匂わせてたんで、もうあんなのね、わかるじゃん。聞いてね。うん、日本のあれ。まあね、裏のことは内緒です。あと1分。楽しみ、明日頑張ります。あ、そうだ、7周年ツアーで、間違えた、7周年ツアーの練習とかレッスンとかリハでいろんな先輩とね LINE を交換したんですよ。嬉しい嬉しい。そう、先輩と交換しました。え、そう、パセリさんと交換したよ。した交換したし、ココアさんともしたり、千穂さんともして、あとひめたんさんもしたし、リコチさんもしたし、ソラハさんもしたかな。マイキューさんもうしてるよ、とっくに。4月1日なってから、12時過ぎてからすぐしました。そう、あ、サーヤンさんともした、サーヤンさんともしました。サーヤンさんさ、使うスタンプが可愛くて、使うスタンプも可愛いし、サーヤンさん喋り方が可愛いんですけど、もう LINE からの LINE のメッセージからもその可愛さが伝わってくるぐらいなんですよ。そう、直接会って交換した。そのうち相手もするのか？しないよ。しないよ。あ、そっか、57分だ。誕生日まーす。え、そう、まだね、できてない先輩もいるから、したいな。千穂ちゃんは雑誌でリオツのことを高評価してた。え、何それ、何それ、聞きたい、待って教えて。何、雑誌、何の話、聞きたいんだけど、知りたい。何。57分。13位、ナーマーマーさん、ありがとうございます。あ、変わった。13位、ヨーカノさん、ありがとうございます。12位、レオタンさん、ありがとうございます。11位、庄司さん、ありがとうございます。10位、正隆さん、ありがとうございます。9位、鈴鹿さん、ありがとうございます。8位、小山っちさん、ありがとうございます。7位、ひいらぎさん。4位、よしこくくんさん、ありがとうございます。3位、ゆずきちさん、ありがとうございます。2位、メタボさん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥル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 パン。昔からおしんさん、ありがとうございます。イエーイ。BLT？ そうなの？どんなこと書いてたの？気になるよ。見てない。見れてない。え、それは BLT の本を買わなきゃ見れないやつ？それともなんかどっかから見れるやつ？どうなの？明日朝配信です。それでは皆様。
明日は7周年ツアー初日兵庫よろしくお願いします。現地の方はお気をつけて、来れない方は絶対に配信見てください。そして明日ホケラジ聞いてください。それではバイツー、バイツー、明日楽しみましょう。よろしくお願いします。バイツー。